今日は在籍8年目我らがヴァンフォーレ甲府のキャプテン新井良平選手と一緒に暑い夏にぴったり絶品ニンニク料理を紹介します。新井選手、ニンニクはお好きですか？ニンニク好きです。どんな食材にもなんか合う感じますし、元気が出る感じがします。最近何か驚いたことがあったそうですね。次男の方が急に坊主にしたいと言い始めて、僕がバリカンで坊主にしてあげました。なんか坊主にもともと憧れがあったみたいで、あまりお勧めはしなかったんですけど、本人がもうしたいと聞かないので、はい、させてもらいました。何か思いがけない出来事もあったそうですね。もともと飼ってる犬がいたんですけど、その子の道具をちょっと揃えようと思ってペットショップに行った時に、こちらを見つめる可愛い目があって、目が合った瞬間にもこの子迎え入れようと思って迎え入れてしまいました。新しく新井家の仲間入りをしたトイプードルのロイ君、ぬいぐるみみたいでとっても可愛いですね。たまんないですね。やんちゃでずっと走り回ってます。若菜先生、このニンニクを美味しく調理してください。はい、暑い夏はさっぱり手軽にガーリック和風冷製パスタ紹介します。それでは早速調理開始。まずはニンニクの皮を剥いてみじん切りにします。お鍋にアガー、水、刻んだニンニク、白だしを入れ火を入れていきます。そもそもアガーって何ですか？アガーは寒天の一種で、常温で固まって溶けにくいのが特徴です。沸騰したら火を弱めて1分ほど加熱した後、容器に入れて冷蔵庫で固めます。次に豚バラをさっと茹で、余分な油を落とします。刻んだニンニクと一緒に茹でた豚バラを炒め、香り付けを行います。炒めたら別皿に移し冷ましておきましょう。次にパスタを茹でていきます。今日は冷製パスタですが、1.6 ミリを使うんですね。お肉とか具材をたっぷりと絡めるので、麺が太い方がしっかりと絡みます。ボウルに調味料を入れてよく混ぜ合わせ、トマトや塩もみしたきゅうりなどの野菜も入れて混ぜ合わせます。茹で上がったパスタもボウルに入れてしっかりと絡めていきます。甘くあんまりなくて、そしてお皿に盛り付けて、冷ましておいた豚バラ肉と冷蔵庫で固めたジュレを乗せたら、暑い夏はさっぱり手軽にガーリック和風冷製パスタの完成です。ニンニクが効いた和風な味付けに、さまざまな具材と太めのパスタがよく絡んでとっても美味しそう。ジュレも涼しげで、食欲が落ちがちな夏にもぴったりな絶品料理です。ニンニクはビタミン B1 やビタミン C が豊富なので疲労回復効果があります。食欲が落ちがちな夏も香味野菜をたっぷり使っているのでおすすめです。それでは最後に新井選手からメッセージです。大勢のファン、サポーターの方々にスタジアムで僕たちの姿を見てもらえるよう、私は日々頑張っていきます。これからも応援よろしくお願いします。